さあ、ここからはエビ中のいとこ石秋田のコーナーです。このコーナーでは秋田県の PR 大使、秋田美の国ガールズに任命された私立エビ中学の皆さんが秋田の魅力について学び、その魅力を発信していきます。エビ中のメンバーが秋田を訪れ、秋田にまつわる様々な体験をしているんですが、前回は中山理子さんが仁賀保市のフェライト子ども科学館でもう童心に帰ってね、科学の不思議などをたくさん学びながら遊びましたね。そして今回はこちらのメンバーが登場です。自己紹介をお願いします。はい、出席番号13番桜井ココナです。よろしくお願いします。やった、お願いします。来てくれました、ありがとうございます。まずもうお洋服がめちゃくちゃおしゃれで、今日ね、白の肩開けたワンピースですか、はい、それに黒リボンをつけました。素晴らしい。これなんかこうコンセプトつか、こうなテーマみたいなのあるんですか、こう今日のファッションみたいな。テーマは、はい、不思議の国のに迷い込んじゃった可愛いお姫様です。あ、ちゃんとすごいテーマがある、壮大なテーマがあるんで。皆さん、なんか私全く普段着ないあの系統の服装なので、今回はその行った場所がちょっとこういう服のコンセプトに合いそうだなって思ったので、これにしてみました、合わせてくださってね、来てくれましたよ、はい、いや本当にね、まあ、ベストマッチしてましたけども、ちなみに前回が、大仙市であの乗馬体験、懐かしい、超懐かしい。あれも晴れててね、天気が良くて、あれ去年ですよね、確か去年かな、去年の夏とかだった気がする。めっちゃ久々、ね、そう、ね、久しぶりです ね, ですよね。うん、そしてあの花火アムで、はい、大曲の花火についてあのちょっと映像で見たりとかして、行きました ね, ね、ということで大変堪能していただいて、でさらにその前はあの岩牡蠣、はい、召し上がっていただいてということで、はい、はい、あ、もうあれもめちゃくちゃ食べましたね。あれも一昨年の夏ですよね。めっちゃ夏に来てる。確かに。夏の桜木とかじゃね。夏の桜木ですね。いらしていただいてて、あれも大変最高でした。そうなんですよ。あのあれですか、東京の方でも岩牡蠣とか結構食べましたか。もうめちゃくちゃ食べたんですけど、やっぱ秋田の岩牡蠣忘れられないなって思いますね。本当に大きくて身がプリプリで美味しかったです。そう、時期になるとね、本当にね。今年も、ね、もうそろそろあの出てきますので、食べていただきたい。食べたい。また行きたい。ということなんですけども、まあそんな感じで秋田の魅力をさらにこうだんだん感じてこられたんじゃないですか。もうめちゃくちゃ今も十分に感じてるんですけれども、はい、今日またね、さらに、うん、あの秋田の新鮮なところもあの感じられた。新鮮。おお。そうですね。今までこうあったかみたいなね。そう、こんなところあったのかみたいなところに気づきました、はい。体感していただいたということですよ。なんかこう一周回った感じもちょっとある。という感じですね、ここたんに関してはね。そうですね、はい、まあ、そんなですね、あの桜木さんを含めですね、ただいまもう忙しい中ですよ、絶賛ツアー中のエビ中の皆さんなんですが、はい、ここたんいかがですか、ここまで、まあ、過ごしてきてというかツアーで。ツアーですか、はい、でもなんか1曲目から本当にぶち上がる曲を準備していて、うん、それこそあのコール動画を出した曲なんですけど、はい、自己紹介ラップというか、ノッキュアートですか。あ、それです。そのノッキュアートなんですけど、はい、なんかそれをこうみんなが覚えてきてくださって、あ、はいはいはい、そうそうそう、うん、推しのラップをみんなが歌えるようになってるんですよ。だってかなり難しいじゃないですか、ここ特に桜井さんのパートね。難しいんですけど、私の推しはもう完璧に歌ってくださったりとか、愛だ、そう、すごくそれこそ愛を感じるツアーになってるかなって思います。ノッキュアートマジかっこいい、めっちゃかっこいいですよ ね, ね、思います。私も一発目からあそこでぶち上がる、まあ、仙台での公演見させていただきまして、ありがとうございます。もちろんね、あのキュートなところというのはエビ中さん素晴らしかったんですけど、かっこよさがさらにこうグッとこう増したような感じというか。確かに、うん、なんか今回はそのインディゴアワーっていうなんかちょっと今までのエビ中とは違った世界観のコンセプトを出させていただいて、はい、その曲と今までのちょっとおちゃらけた曲、新曲をうまく織り交ぜられてるツアーになってるんじゃないかなって思います。わかります。なんか違和感ないですよね、かっこよさと可愛さとコミカルなところが、はい、なので、うん、あの今までのファミリーの方も新しくあのファミリーになってくださった方もどっちも楽しめるツアーになってるかなって思います。本当それも体感してきまして、はい、ね、お父さん羨ましいでしょって言って、いやもうね、私はね絶対に行きます。まだ諦めてない。そうです、ね、ツアーがまだありますからね。まだあるんで来てください。もう絶対遊びに行きますよ、はい、ありがとうございます、はい、そしてツアー以外もですね、いろいろお仕事されてまして、先月アニメプリキュアと私立恵比寿中学のスペシャルダンスコラボSNS であの YouTube などで上がってるのを拝見しました。 ありがとうございます。今だとね2本上がってますよね、もうすでに、はい、こちらお話しいただいた時いかがでした。マッチで、はい、みんなキャーってなりました。
やっぱり女の子の夢と憧れがこう詰まってて、あの一番上のお姉さんメンバー、まやさんか、はいはい、お姉さんメンバーまやさんも、うん、あの世代だし、年下のメンバーも世代で、みんな知ってるじゃないですか、プリキュアって。みんなドンピシャ世代になって、ドンピシャ世代、まあちょっと変わってるじゃないですか、はい、なんか、うんうん、だけどなんかみんなプリキュアっていう存在は知ってるし、はい、子供の頃からすごいずっとね憧れを抱いていたものだったので、うん、そんな方たちとコラボできるっていうのは本当に夢のような話でしたね。素晴らしい、夢叶ったっていう感じもあるし、あの、はい、プリキュアのね方がというかすごいテンションも高くて、なんか、そう、もう身振り手振りめちゃくちゃ可愛くて、ね、これはアイドルとして真似しなきゃって思いましたね。はい、学ぶところもあったみたいな。学ぶところもありました。素晴らしいですね。はい、これプリキュア世代、あれ太田さんもプリキュア。私あの前山さんと同い年なんで、それこそ前山さんも動画で話してた二、うん、人はプリキュアっていう初期のめっちゃ初期じゃん、ね、初期ですよね。そうね、ちょっと懐かしい、わかるわかる、うん、桜木さんもプリキュア見て、それこそアイドルになろうと思ったきっかけの一つがプリキュアだったって。あ、本当にそうなんですけど、あの、うん、Yes プリキュア555聞いたことある。あ、5人になった5人の、はい、あの強いプリキュアを見て私は憧れました。あ、そういうことなんですね、はい、これはじゃあいいですよね、なんか夢も叶っていくし、動画もね本当に素晴らしいしね、うん、はい、といったところでございまして、まあ、日々ですねお忙しく過ごしてらっしゃいます皆さんなんですけども、これぜひですね来年の埼玉スーパーアリーナ公演のねココタンからこう意気込みを聞きたいんですが、はい、はい、埼玉スーパーアリーナにもう一度立つという目標を叶えられたので、まあ私たち低学年メンバーはね初めて立つ舞台なので、その立つっていうことだけが目標じゃなくて、そこからねさらにもっと上に行けるように なんだろう、人もねいっぱい来てもらえるように、はい、今これからこれまでのツアーもこれからのツアーもここで成長できたらいいなって思います。はい、素晴らしい組もね、受け取りました。さあそしてですね今回の秋田ロケなんですけれども、ここであの、はい、大館市に行ってきましたよね。はい、はい、はい、いろんな意味でおとぎの世界に行ってきました。それでは聞いてください、いとこ石秋田。さあエビ中のいとこ石秋田、大館市にやってきました。イエーイ、暑い暑い、東京よりも暑いですよ。あ、マジっすか、東京よりも暑い。ムシムシ感がこっちの方があるなっていう感じがしますね。ちょっと水気がね、湿気が保たれてる感じでしょうかね。はい、そうですね、はい、ということでね、まあ、あの大館なんですけど、はい、ここは大館で何か思い浮かぶものとかありますか。そうですね、きりたんぽとか、あと秋田犬とか、はい、すごいっすねとかですかね。いやでもそうだと思うんですよ、大館といえばっていうね、はい、ただ今回ですね、はい、まあ、自由かつポジティブないわゆるもうギャルマインドを持つですねココタンには、はい、これ王道って足りないんじゃないかなっていういやそうですね、私はもっと深いところを行きたいなと思いますね、はい、その言葉待っておりました。はい、もうね、まあ、今回ですねもう知る人と知るというですね、なんだったら何起こるかわからないぐらいの大館のディープすぎるスポットに行こうということで、うん、ディープすぎる、はい、気になりますね。もう要は深いところ行きますんでね、深いところ、はい、で私もですねどうなるのかちょっとまだわからない感じなんですが、はい、その前にね6月そして大館といったらここというですね、はい、あの華やかなスポットに来てるんで、華やかなスポット、そう、なんだろう、ちょっとねもうお客さんで賑わったりしてるのでね、そうですね、そうなんですよ、行ってみましょうか。はい、はい、行きましょう。うわ、ちょっとちらっと見えてるんですけど、はい、やばすぎません、ね、綺麗すぎる、すごいよね、めちゃくちゃカラフルですね。はい、ここですねあの大館市の三の丸というところにある石田ローズガーデンというですね、はい、素敵なスポットなんですが、石田ローズガーデン、なんかこうバラのアーチが見えたりとかで、そうですね、ちょっとその下通りたくなったりしますね。通りたい、お姫様になった気分ですね。もう完全なるお姫様ですよね。うん、しかもなんかすっごい広いし、やっぱみんながこう歩けるようなちゃんと広いスペースもありますね。そう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 、めちゃくちゃ綺麗、かわいい。ここだ、もう日差しも強いですし、はい、もう大興奮でございますけれども、うん、はい、スタッフの方にですねお話もお伺いしていきましょう。はい、大館市観光課の松田祐介さんです。松田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。いや松田さん本当ここだもね、うん、素敵に目を奪われてますが、本当綺麗、ね、そのバラ何種類ぐらいあるんでしょうか。はい、こちら面積およそ2300、2300みたいな、
若干盛りましたけどね。どっち?2300 平方メートルの広い敷地内におよそ500種類のさまざまなバラが植えられています。すごい、500よ。ここに500種類があるってことですか。そういう感じでございます、はい、そうなんです、うん、とここ石田ローズガーデンはもともと大館市初の名誉市民石田博秀さんの個人のお庭で、亡くなった後ご遺族の方からすごく綺麗だから皆さんに見てほしいという思いで大館市へバラが寄贈されました。28年前から市の方で管理しています。ここ個人のお庭だったんですね。めちゃくちゃびっくりです。石田さんのお庭にももともとこのくらいの種類があったんですか。はい、そうなんです。本当にバラが好きな方で、個人のお庭だった時もたくさんの人を招いて自慢のガーデンを披露していたと聞いています。いや、石田さん素晴らしいですね。いや、すごいですね。お話聞くとね、うん、はい、で、こちらの石田ローズガーデンなんですけど、無料でどなたでも見ることができるということなんですけれどもね、うん、せっかくなんですけど、松田さんのね、お気に入りのバラをご紹介いただきたいんですが、よろしいですか。はい、もちろんです、はい、お願いします。と、実はですね、今年10年ぶりに咲いたとっても貴重なバラがあるんです。10年ぶり10年それが見れるってことですか。貴重すぎる。お願いします。お願いします、はい、失礼します。さあ、ちょっと階段を降りて、はい、はい、ちょっとローズガーデンのこの中にね、待って、めっちゃいい匂いする。あ、本当だ。え、すごいすごい嗅いでる。花のいい匂いがします ね、いいですね。そしてアーチを抜けていくと、またバラの花がいろんな種類ありますね。いい、ピンクだ。本当だ。あららら、色鮮やか。うん、てか、このバラの種類が形とかもバラバラで、はい、あ、バラだけに、バラだけに気づいちゃった。待って、寒いこと言っちゃった。いや、暖かい、大丈夫です。ホットですか、大丈夫。本当にこれ全部バラなのかっていうぐらい不思議な形なのもあります、ね、確かにね、うん、ポピュラーなバラの形もあればね、うん、見たことないのも結構ありますね。そう、大きい花のやつもありますね。かわいい。さあ、松田さんについて、どんどん中央の方まで来ました。はい、じゃあこちらのバラになります。え、これですか。はい、これか。奥にあるバラですね。はいはいはい、見た目も可愛いですね。めちゃくちゃなんか小ぶりですね、うん、そうそうそう、小ぶりなのがいっぱい集まってすごく華やかに見えますね、うん、このバラは中国が原産の中国天壇と言われるバラになります、うん、詳しい種類や生育方法などが分かっていないことや、寒さに弱く冬を越せないことが多かったことが原因で、雪の多い大館ではおよそ10年ほど咲く姿を見せていませんでした。これ10年ほど咲かなかったっていうことなんですけど、今年ね、秋田のね、暖冬だったんですよ。暖かかったんで、もしかしてその影響ありますか。はい、今年は雪が少なかったことや冬の気温が高かったことなどから花が開いたのではないかなと言われています。このバラ、来年だともしかしたら見れない場合もあるってことですかね。はい、かもしれないです。うわ、貴重、本当に貴重だ。これ見ときましょう、うん、で、10年ぶりということは10年前って言ったら、コータンまだ8歳です。8歳、小学2年生ですかね。そっからもうね、時を経てですよ。すごい、うん、咲いてくれたということで、はい、いや、松田さん、この10年ぶりのバラ咲いたのを見た時どうでした。いや、実は本当に自分も前咲いた時がおそらく中学生とか、うん、中学生、すみません、嘘をつきました。社会人になってました。なんかすごい、たびたび盛る癖があります。もしかして、初めて見たので。本当に10年ぶりですよね。はい、10年ぶり、それは本当です。それは本当ですよね、ええ、それ中国天壇というね、素敵なお花ということですね。はい、なんか貴重なものをね、見させていただいているという感じがしますね。はい、で、このバラなんですけど、いや、松田さん、これ種類、手入れたくさんあるじゃないですか。手入れしたりとか管理難しくないですか。そうなんです。まずバラは病気にかかりやすく、そのため予防が欠かせません、そして我々と同じように害虫もバラが大好きなので、害虫を駆除しないと新芽だったり葉っぱがなくなったり、つぼみがダメになったりするんです。そうなんだ。なんかバラってすごい鮮やかに咲くし、トゲもあるじゃないですか。だからすごい丈夫だし強いのかなって思ってたけど、意外と繊細なお花なんです ね。今年のバラ生育状況はどんな感じですか。はい、今年は例年に比べてつぼみが多くて、いい状態で皆さんにお見せできているかと思います。ここのバラはどのくらいまで見られるんですか。はい、見頃は大きく3回に分かれていまして、1回目が今の6月上旬からだいたい7月の上旬頃まで、
2回目が8月中旬ちょうどお盆の頃、3回目は10月になります。お花の数はあまり多くはありませんが、秋のバラも一味違って綺麗なんですよ。あ、秋もあるんですね。秋のイメージって全くなかったんですけど、なんかロマンチックな感じがしますね。ね、素敵ですよね、秋のバラも見てみたいなと楽しみがありますね。でこちら、あの石田ローズガーデンさんの敷地内には、食事もできまして、さらにスイーツなどが楽しめるカフェもあるということで、行きたい。いいですよね。6月から10月のあたりにこれ秋田に旅行したいよなんていうね、ファミリーの皆さんなんかは、ね、ぜひ立ち寄っていただきたいと思いますね。ということで、ココさん、ここまでいかがでした？いや、なんかこの入った瞬間の幸福感がすごくたまらないし、無料で入れちゃうっていうのもすごく嬉しいですし、あのいい香りだし、なんか五感全部幸せです。本当ですね、確かにね、何かこう蝶になったような感じでね、ここ舞い飛びたいですよね。あ、飛んでください、はい、ぜひ。バタバタバタということで、松田さん本当にご案内ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、石田ローズガーデンから車で5分ですね、大館市の大町に移動してきまして、はい、ちょっとこの、アーケード街なんですよここはい、ちょっと歩いてきたんですが、人がいない。それは、いや、ここはどこなんですか。こう近未来都市とかじゃないですか。ここはですね、実はあのね、ココさんがですね、はい、冒頭でちょっとご自身でとあることをおっしゃってたんですけど、そうですね、私は深すぎるところに行きたいって言ったんですけど、あのある意味ですよ、ある意味、はい、ちょっとドリーミングな、おとぎ話な、世界がですね広がっておりまして、その場所というのが、こちらでございます。看板もありますが、はい、カラオケクラブ夢、ちょっとねうっすらねミュージックが聞こえる、聞こえてきますねかなと思うんですが、夢って書いてある扉を書いてます。うわー、薄暗いよすごい、むちゃくちゃ歌ってますよ。いやー、ご機嫌だ、これはディープだ。あー、ご機嫌だよ。こんにちは、どうも。こんにちは。あ、いいですね。はい。あ、歌をやめないっていう。あ、やめない。ずっと歌ってくださってますね。はい。歌声が聞こえますね。はい。渋いですね。渋いね。渋いですね。いいですね。味があります。味がある。あのカラオケって聞いて、なんかたくさん個室があるのを私は想像してたんですけれども、こうやって個室じゃなくて広い大部屋になってるんですね。そうですね、結構こう奥行きがあるね、あの室内というかお店の中で、はい、もう奥にこうステージが、先ほどね歌も出てましたけどステージあって、手前にテーブルと椅子がこう並んでて、お客様たちがこうね、いや本当男性の方とかね女性の方々、そうですね、人生の先輩がたくさんいらっしゃって、ちょっとね、あの話もお伺いしようかと思いました。あの代表の方、どうもよろしくします。お話聞いていいですか。はじめまして。あ、どうもはじめまして。すいません、ちょっと急に来てしまいまして。いや、イケメンですね。あ、急に褒めてもらった、初めて。どうですか、イケメンと言われて。悪くないですね悪くないですね。目覚めた、急に目覚めた。はい、ということでこちらですね、カラオケクラブ夢代表の小山実さんでございます。よろしくします。よろしくお願いします。あのこちらなんですけど、小山さん、あの要はカラオケがメインでしょうか。カラオケのメインのお店。はい、うんうんうん、腹減ったらカラオケを食べるんです。これ独特な表現きましたよ。お腹が空いたらカラオケを食べる、もう20年ぐらいやってます。そう、ちょっと引っ越したりしてますけど。あ、20年もやってらっしゃるんですね。うん、あのちなみにこちらのお店なんですけれども、何時から何時までやってるんですか。朝の10時からお客さんが帰るまでやってます。お客さん帰るまで、はい、え、何時ぐらい帰るんですか。大体50ぐらいに帰るんだよ。朝の？え、いや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 。夕方か。夕方。夕方5時。朝の遅い人は大概12時ぐらいまで。あ、でも12時までいらっしゃるんだ。はい、はい、やるときはやってます。やるときはやる。やるときはやるぜ。いいお店ですよこれ。あのこちらなんですけれども、はい、あのお客様も非常にこうなんかおしゃれな方っていうか、はい、ひときわカラフルなね、ローズガーデンのような方もいらっしゃるし、素敵な方が、いいですね。相当印象的だよ。はい、そうですね。ちょっと
聞いてもいいですかね。どうぞどうぞ。あのお名前は。本間由紀子と申します。本間由紀子さんですよ。ココタン素敵ですね。いやすごい素敵なあのカチューシャをされてるなっていう。カチューシャ、キータンポのカチューシャ、はい、私作りまして、はい、そのキータンポお菓子でできてるんです、はい、あお菓子でできてるんですか、食べれるんですか、食べれます。保存食で。保存食なの、お菓子のおやつって言いますか、うん、これ見せるキリタンポを棒として作りました、お服もおしゃれですね、これはあの大館の、中堅八高、渋谷にあります。ハチ公のここがあの生誕地、ハチ公像ね、はいはいはい、で生誕100年ということで、これはあのなんか知ってる人はみんな来てます。かわいい。私もあの、コスプレで、はい、コスプレなんですね、着させていただいてます。ピンクが映えますね、すごく。そうですか。一応これで助け合って、はい、いろんなイベントであの出たり、はい、ボランティア訪問したり、そう素敵、あのそういうふうにこう歌ってます、うん、元気づけようということで ね、 そうですね、まあ、自分も元気もなりますし、はい、楽しい老後ということで、いや確かに元気出ますよね、なんか明るくなりますね、はい、確かにね、素敵、はい、ご出身どちらなんですか。大館です。大館、地元ご出身ということで、はい、なんかこう聞いてるとやっぱりこう大館のね、うん、愛とか感じます。めちゃくちゃ感じますね、はい、もしかして大館の歌とかってあったりするんですか。はい、ピンポンございます。ピンポンございます。ピンポンが出ました。ピンポンございますよ、はい、あの大館散歩っていうオリジナルの曲をあの作ってきた方からいただいて、すごい、それをちょっとあの歌ってて、はい、楽しんでおります。でイベントでも、はい、歌ってます。聞きたい。大館散歩っていう曲なんですけども、はい、楽しくやらさせていただいておりますが、気になりますねこれは。ちょっと聞きたい、はい、ちょっとぶしつけですけど歌っていただいても。そうですか、はい、もうよければ、はい、ずっと合わせていただきます。やった、やった、聞きたい、聞きたい、待っちゃおうこれ。さあそれでは皆さん聞いていただきましょうか、大館散歩です。ありがとうございます。はい、本間由紀子さんで大館散歩を歌っていただきました。ありがとうございます、ね、ココタン聞いてみていかがでした。すごいなんか初めて聞いたんですけど、うん、すごい大館の良さというかその町のことを知れたような気がしますこの歌で。確かにそうですよね、はい、右曲がってどうのこうのってね。そうですね、もう道案内までしてくれるみたいな感じでね。改めて大館のいいところをお聞きしてもいいですか、うん、そうですね、はい、あの空気がカラオケのマイク使ってますけど、あ僕のマイク、空気が奪ってもきれい、おいしい、はい、空気がきれい、おいしい、初めましたそれ、地元の食材がおいしい、おいしい、で人は明るくて素朴で、はい、シャイなところがある。あいやシャイな感じはないですけど特に、皆さんすごい社交的な感じがしますみんなめっちゃねなんかもうグイグイなんですけどね。うん、の中でここに来る理由とかってあったりしますか、ね、カラオケを歌って自分の人生をカラオケの詩と曲に合わせて、うん、リンクして楽しみ、そしてあの夢うつつでここを出まして、外出た時は現実に戻り明日への活力を蓄えられているという実感で帰るということですね。生きがいですかね。もう歌うことが生きがいっていうことなんですよね。はい、そうです。伝わりましたそれは。うん、いやでも本当素敵な歌声を聞いてね僕ちょっと思ったんですけど、はい、これちょっとどうですかあのお客さん皆さん、この桜木ココナさんと本間由紀子さんのデュエット見たくないですか、聞きたくないですか。いやそうそう、すごいすごいよ、イエイ、ね、テンション上がってます。これちょっとどうすかコタン。でもそうです、同じじゃマインドギャルということで、はい、ピンクレディさんの UFO をお願いしたいです。ピンクレディの UFO コタン知ってるんですね。そうですね、はい、あの直接ミーさんとお会いする機会があったので、その時にあのたくさん動画とか見たりしました。あじゃあこれは、はいはい、本間さん、あの UFO 青春時代です。あ UFO 青春時代、覚えましたねあのフリー。あ、覚えました、ついていきます。お姉さんですかね、はい、どうぞどうぞ。お、もうイントロが流れた、来た来た来た、はい、ありがとうございます。いや最高ですね。
めっちゃ楽しかったです。嬉しいです、ねえ、うん、でも本番っていうのは上がりますね。やっぱ楽しいですよね、本番って。アドレナリンも出ますし、テンション上がって、テンション上がりますね。うん、やったんですね、はいはい、今一瞬あのイヤリングの切り玉に手が伸びかけましたけど、お腹空いたんですか？食べようかなとか思って、ね、食えるんです。これはお菓子なので、簡単に食べた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 よ。これ保存食で、おやつで、もうアンパンマンのあれみたいな感じで、お腹空いちゃったよ。必ず一本食べるんです、終わってから、あのご褒美として。ご褒美なんですね。すごい。いやいいですね。ちょっとあの味噌味ですけど。味噌味なんですね。じゃあ味噌たんぽみたいな感じで。硬いんですけど。硬いんですけど。硬いんだ。まっすぐ俺に来ましたよ。そうですね。一応。まっすぐ俺に。はい。食べさせてもらえるんですね。ゆきこさんが。どうぞ。いただきます。はい。してもらってます。手が震えて。味噌味でいきますよ。うん、味噌味どうですか？うん、ちょっとあのヴィンテージな味しますね、なんかね。そうですね、うん、はい、ちょっとこう、うん、ヴィンテージ、ちょっとこう懐かしさを感じるという。ああ、なるほど。ちょっと、うん、去年の作ったやつかな。去年の作ったやつかな。うん、すいません、楽しいひとときを。とっても楽しかったです。いや、夢のようだったね。はい、はい、ありがとうございます。いや、小山さんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、本当に。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ちょっと後で水かぶ飲みしたいと思います。はい、ありがとうございます、ね、はい、ということでね、お聞きいただきましたけれども、いや、ちょっとあの最後のカラオケクラブ夢の情報量が多すぎて全然ついていけなかったんですけれども、本間さんっていうあの常連さんと、あの大館のギャルマインドの洗礼受けていただきましたけど、ギャルマインドいかがでしたか？本間さんと一緒にあの UFO を歌えることができて、なんかこう世代だったじゃないですか。はい、そうですね。だからそんな方と一緒に歌えることができてめちゃくちゃ光栄でしたし、うん、なんかなんだろう、同じ気持ちで歌えたというか、なんだろう、すごい最高のパフォーマンスができたんじゃないかなって同じ気持ちで歌いました。同じ気持ちで歌いました。いや、でも見てる分には本当になんか通ずるものがあったんだなって思いました、うん、初めて2人であのステージ立ってるとは思えない、そのなんですかね、あの同調してる感じというか、いいコンビネーションでしたね。いいコンビネーションだったと思いますよ。はい、すごいですね、今までにない、うん、あの糸恋しなかったですよね、こういうタイプは。いや、ないです。だって薄暗いんですもん、だってあの自動ドアバーンと開けたら薄暗い中で歌謡曲が流れてる。真っ昼間でしたよね。むちゃくちゃ昼ですよ。でもね、あの人生の先輩たちがご機嫌にこう歌ってて、ね、皆さんもすごく優しかったです。楽しかったし、あのきりたんぽのイヤリングすごかった、あれ本当に写真でもね多分上がると思うんですけどインパクト強すぎる、もう忘れられませんもん、あれあれあれ誰ですか、あの食べれるんですかって聞いたのミーもしミーココタン聞いたんかな、どうやらココタンかも、はい、そうらしいですね。食べれるんですかって聞いたら、ええみたいな、朝で撮っちゃいましたよね、ブチみたいな感じで、ね、で私に行くと思ったじゃないですか、それで私が聞いたから、まあ、そうしたら長谷川さんの方に一直線に行って、もう小太の方水漏れまっすぐにすっ食べましたけどもね。どうでしたか？なんて言うんでしょうね、こう実家とかに帰っておばあさんおばあちゃんとか使っているタンスを噛みついた時の風合い。どういうこと？まずタンス噛みついたことないから分かんないです。懐かしい風合い。あの懐かしいなんか匂いをしました。確かに。ノスタルジーでしたよね。あの感じね。本当に素敵な経験ありがとうございますそしてね、その前に行ったところですよね、石田ローズガーデンですね、こちらはね本当に桜木さんの嬉しそうな様子が声からも伝わってきました、うんうん、はい、いや本当に綺麗でしたね。よかったね、あそこもね、うん、あのバラ500種類もあるって聞いて、はいはい、まずそこでびっくりしましたし、うん、なんか私が想像してたバラって赤で、あの特徴的なバラって感じの、わ、うん、かりますか、ザバラみたいな形だけしか知らなかったので、はい、なんかこんな違う種類ってか形のバラもあるんだって思いましたし、うん、こんな小ぶりなものもあるんだっていう、形も色も種類もバラバラなバラ、うん、これあのあのこれね、あのこうなっちゃうの、なっちゃうんですよね、なっちゃいますね、バラバラなバラはしょうがない、はい、あの歩きながらも2回ぐらい言ってましたね3回目でございます。いや素敵でしたよ本当に、あの石田ローズガーデンのちょっとご飯もね食べて、はい、でローズサイダー、石田ローズサイダーっていうのをこれ今ねスタジオに置いてあります。あの薄くねピンクに色づいていて、可愛らしい見た目ですけれども、はい、
しかも開けた瞬間ふわっとローズの香りしません？そうなんですよ、香るんですこれが。あ、いいんですか？ええ、あ、ふわっといいでしょ、いい香りしましたやばい、これだけで生きていける。いや、匂いだけで、ね、なんか飲む香水みたいな、うん、それそれ痛かったやつみたいな。飲む香水すごい、わかりますわかります。え、この香水出してほしい。あ、むしろね、切実に、はい、いい香りしますね。うん、甘い香りがします。ちょっとこう体に振りまきたいような感じもしますし、僕あのきりたんぽのお菓子食べた後これ爆飲みですよ。流し込みました。聞かないようにしますね。素敵でございます。はい、といったところでございましてね、この、まあ、石田ローズガーデン、そしてね、あれですよ、あの夢カラオケクラブ夢です。すいません、夢の中でした。カラオケクラブ夢、そこ行きまして、桜木さんいかがでしたか、改めて。そうですね、今回は王道ではなく、うん、ちょっとディープなところに、あの秋田のねディープなところをこう知れたので、すごくなんか新鮮味を感じられましたし、秋田にもこういうところってあるんだっていう発見にもなりました。すごい楽しかったです。いいことですよねこれね、はい、はい、素敵な体験となりました。さあ、前回ですね、中山理子さんがなんとレベル53まで上げてくれまして、なんとこれでレベル54です。はい、今回ねレベルはちょっと1以上上がったような気がしますね。はい、経験値で言うとすごいですよね。やばいレベル54ってすごいですよね。もうはぐれメタル倒したぐらいのブッと上がったんじゃないかなって感じがいたします。といったところで、ココタにお聞きいたしましょう。桜木ココナさんにとって秋田とは未知数な場所。溜めましたね。溜めました。いいんじゃないですか。もうなんか全部カラオケクラブ夢に詰まってそうな気がしますけど、なんかもっと発見したいです。そこまで来たらいろんな場所、もっと多分ディープな場所ありそうなので、そういうところも行ってみたいですね。はい、素敵な経験になりました。はい、では最後に桜木さんからリスナーファミリーに向けてメッセージお願いします。はい、今後とも秋田と桜井国奈をよろしくお願いします。以上、私立恵比寿中学出席番号13番、秋田美濃国ガールズの桜井国奈でした。